よく見てました。ずっと顔上がってますしね。ずっと見てましたんで、キーパーの位置を。この岩尾、ただこれを狙ってあの精度で蹴れるかっていうとなかなか難しいので、岩尾のキックの精度を褒めるしかないですね。いやこれは当然悔やまれるというところですが、ただいやよく見てました。ずっと顔上がってますしね。ずっと見てましたんで、キーパーの位置を。この岩尾、ただこれを狙ってあの精度で蹴れるかっていうとなかなか難しいので、岩尾のキックの精度を褒めるしかないですね。いやこれは当然悔やまれるというところですが、ただ